NHK から国民を守る党の定例会見の方を始めさせていただきます。本日は私、浜田と、あと上杉幹事長が参加予定です。まあ今来られてないんですけど、また後で来られると思います。私の方からは何点かありまして、まず1点目、NHK から国民を守る党ですね。先月ですか、はい、先月1月20日の通常国会、召集に合わせてですね、直接民主制をのプラットフォームとして投票サイトっていうのを開設しました。で、1月30日に参議院の本会議で、いくつか法案に関するですね、採決がありましたので、その前日までに、投票サイトの方に議案を用意してですね、皆様にも投票に参加していただこうという企画でございます。で、ちょっとね、ここでちょっとなかなかうまく説明しきれなくて申し訳ないんですが、何が言いたいかというと、2月14日にですね、本会議があります。で、そこでまた採決があるんですが、その時行われる採決が、同意人事というものになります。で、それはですね、国の、おそらく重要なですね、機関についての人事、でこの人でいいかどうかっていうのをですね、国会議員が採決をするというものです。昨年の臨時国会ですと、 NHK の経営委員会の委員ですね、そういう同意人事もあったのであったんですけど、今回は NHK 関連のものはありませんので、そこでね、党として直接関わるわけではないんですけど、一応そういう同意人事がありますので、皆様もぜひね、投票に参加していただければと思います。ちなみに同意人事に関する人数が15名おります、15名分ですね、すべて、議案の方に挙げておりますので、この機会に国会でこういう、ね、採決してるんだということを知っていただければと思います。例えばですね、今パッと見たところでと、運輸審議会委員に、二村真理子さんを任命することに関して、同意を求めるとの件であったり、社会保険審査会委員に、宇野敦子さんを任命することに関する同意といった感じです。あとは日銀の委員の方であったり、そういうもの、そうですね、そういう採決があるということで、ぜひ皆さんにもですね、投票サイトの方参加してもらえればと思います。はい、あと次ですね、昨日認知症基本法について考える院内集会というものがありました。認知症基本法にというですね、法案が昨年からですね、提出されていると思うんですけど、それについて、いよいよ成立に向けて、超党派で動いていることに関してですね、私も参加させていただいて挨拶させてもらいました。各党のですね、代表の方が参加されて、前で挨拶するということでありましたので、私も一応高等の、政調会長という立場で、参加してきました。石井でもあるので、そういう意味では少しは役に立てるのかなと思いますし、NHK から国民を守る党としては今後放送法を改正していくことをですね、目指すにあたって、なんていうのかな、いい経験というかちょっと勉強させてもらう機会にもなるので、そういう意味では私としては積極的に参加させてもらえればと思います。あとですね、参議院の調査室にベーシックインカムについて、シミュレーションの調査を
依頼しました。ベーシックインカムに関してはですね、まあ、いろいろな設定があるとは思うんですけれど、月額7万円を全国民に配ると、そういった時に、まあ、財源で、まあ、国債発行で財源を賄って、それが経済がどうなるのか、物価がどうなるのかということをシミュレーションしていただけることになりましたので、まあ、そのご報告です。また結果出ましたらですね、まあ、何らかの形で公表させてもらおうと思います。あとですね、まあ、昨日、自由民主党の藤瀬健三さんと会食をさせてもらいました。まあ、議員個人個人がですね、まあ、党を超えて、こういう会食するっていうのは結構あるとのことでして、まあ、私も、まだまだですね、党の中でというか国会の中で、お話しできる方が、まあ、少ないですので、まあ、非常にありがたく思います。藤瀬さんからはですね、公表に関して、まあ、可否を聞いたんですけど、ぜひ公表してくださいということでしたので、まあ、ここで公表させていただいて、この場を借りてお礼を申し上げます。はい、ありがとうございました。というわけで私の方からは4点ですね、投票サイトに関する報告と認知症基本法について考える院内集会に関して、あとベーシックインカムについての調査、あと藤瀬健三さんとの会食、4点報告させていただきました。ひとまず以上です。はい、送りました、幹事長です。私からは、1点だけですね、あ、2点ですかね。1つは、今日立花党首は今、兵庫県の方に行っておりまして、これ、裁判、NHK との裁判の、件で行っております。まあ、結果次第本人がおそらくまた YouTube 等で、上げるか、もしくは火曜日の方の、火曜日じゃないですね、無料無責任報告会でご報告をさせていただくと思いますので、そちらの方をフォローアップしていただければと思います。2点目、その立花党首に関してですが、今日夜というか夕方18時から、無料無責任、相談会、というのを同じくその、兵庫県の方で行います。場所どこでしたっけ。尼崎で行います。毎週火曜日この国会内でやっておりますが、今回は初の出張、相談会ということで、まあ、事実上の、立花党首の会見的な形の要素もありますが、初めて、ね、地方でやりますということで、近くの方はですね、ぜひ足を運んでいただければと思います。また同時に近くでない方はですね、YouTube 等でライブでフォローアップしていただければと思います。これがまとめて1点。そして、2点目が、これはもう前回と同じなんですが、春の、統一地方選、あ、統一地方選じゃないです、参院補選、静岡4区、立花党首、あ、衆議院補選ですね、衆議院、補選、静岡4区、立花党首の立候補ということで、確定をしておりますので、それについてはまた情報とか、あるいは選挙準備などが、はい、できましたら逐一ご報告をさせていただきたいと思います。政調政務に関しては先ほど浜田、政調会長からお話しした通りです。以上です。あとは質疑応答がありましたら、どうぞ、ご自由に、ご自由じゃないでしょう、挙手の上、どうぞ。ないですか。いいですかね。あ、じゃあいいですか。すいません、インターネット投票サイトの件ですけれども、はい、コートでやられてる、あ、すいません、チャモのパパと申します、 YouTuber です。コートでやられてるの非常に画期的で、はい、とても楽しみなんですけれども、はい、今登録されてる方は3桁というお話がありましたけれども、はい、大体スケール感といいますか、目標値みたいな、これぐらい集まってほしいというのがありましたら教えていただければと思います。はい、ありがとうございます。そう
そうですね、まあ、集まっていただける人数に関しては多ければ多いほどいいというのが答えなんですけれど、ひとまず万数万の単位にならないと、ちょっと投票いただいた結果を反映して、私の本会議での投票にするわけにはちょっといかないかなと思っていますので、まずは、そうですね、まあ、以前党首とお話ししたときは5万10万を考えています。まあそうですね、ちょっと正直まだ伸び悩んでいるっていうのが悩みどころでありまして、まあそれはマイナンバーカードを、まあ、登録の条件にしておりますので、まあ、そこでがちょっとネックになっているのかなとは思いますが、まあ、マイナンバーカードにした理由としてましては、まあ、日本国内に住んでいる方であれば、まあ、誰でも取ることができるということで、まあ、一種類にと絞るのであれば、まあ、それが一番いいかなと思って、それを採用させてもらいました。まあまあ、誰でもということに関してなんですけど、国籍に関しては一応日本国籍を持っているということを宣言、してもらうことを条件に登録してもらってますし、あと、まあ、個人的に面白いなと思っているのは年齢ですね、はい。現在の、まあ、一般的な選挙権を持てるのは18歳以上ですけど、まあ、それに満たなくても投票には参加できるので、そのあたりをですね、もっと盛り上げていければなと思いますけれど、まあ、ちょっと悩みながら今進めているところです。ありがとうございます。すみません、ちょっと1点言い忘れておりました。ずっとですね、フォローアップしている、党としてですね、イギリスのボリス・ジョンソン政権の件なんですけど、ご承知の通り、前回、先月ですね、ボリス・ジョンソン、首相を率いる保守党がイギリスの選挙で勝利を収めました。その際に出していた公約の一つに、BBCの受信料廃止というのを謳っていました。もともと BBC は2027年にこの受信料制度の見直しというのは決まっていたんですが、ボリス・ジョンソンさんの首相のですね、政策ではそれを前倒しして、今時代に合わせた形の BBC のスタイル、つまり公共放送というのも時代に合わなくなったので、Netflix や Amazon プライムのように課金制にしてはどうかということで、受信料制度というのはもういらないだろうということで、それを風を受けて圧勝したわけですね。もちろんそれだけではないんですが、一方でその政策をどうするかというところで注目をされていたんですが、昨日ですね、現地時間だと昨日かな、それボリス・ジョンソン、首相がですね、BBC の、刑事訴追、今あるんですけど、BBC は受信料を払わないと罰金刑なんですけど、それを廃止するということを発表しまして、理由は同じで、この公共放送の受信料制度というのはもう時代にそぐわない、これだけネットが発達している中で放送に基づくその、刑事罰があるような仕組みというのは国民 その信頼も得られないだろうということで、それを政府の方が出しております。でイギリスでは意外と好意的に受け止められていますので、その BBC を範として作った NHK、この NHK もやはり時代の変わり目ではないかということもあって、改めて我が党の政策である NHK のスクランブル化、これ簡単に言うと受信料の見直しですからね、スクランブル化、それにちょうどスクランブル化のみならず同時視聴というのが始まっているんですが、あれは日本だと同時視聴と言いますけど、簡単に言うと放送から通信への移行です。つまり放送と通信の融合をそういうふうに言ってしまうと、日本だとですね、じゃあ放送局は今まで何やったんだとなってしまうんで、言葉をごまかして同時視聴と言っているだけで、単純にネットへの移行ということを今回並びに、秋には民放でも含めてやるんで、まあ、この機会に世界的な動きを見て、きちんと見直すということを党としても、どんどん打ち出していきたいと、まあ、これ政調会長と一緒にまた含めて、やっていきたいと思いますが、
そのような方針がイギリスで決まったと、決まったというか打ち出したと、いうことです。付け加えて言わせていただきました。すみません、あと質疑応答何かありますか。よろしいですか。はい、どうぞ。すみません、今の続きてですけれども、以前なんか私聞き漏らしたのかもしれませんけど、ボリス・ジョンソンさんと投資会談をされるというセッティングをされているという件はどうなったのか、もしお分かりになれば。ボリス・ジョンソンが、BBC の受信料廃止見直しを言ったときから、すぐにですね、私幹事長の方で、そちらのイギリスの方に、連絡を取りまして、でなんとか5分でもいいから、同じ政策を打っている、政党の、党首同士で、会見もできないかと、会談もできないかというふうな申し込みをしました。その後ね、直後に選挙があってボリス・ジョンソンさんが勝ったので、ますますその意向ということは固まってきたわけですが、立花党首もね、ぜひ会いたいということなんで、私のルートの方で3ルート申し込んでたんですが、途中先月そのうちの2つのルートがちょっと難しいと、1つは今だから言うんですけど、イートンスクール、イートン校の、同級生ルートです、でもう1つがですね、私のやってる会社のノーボーダーというのがありまして、そのロンドン支局の代表と、支局長じゃなくて代表の方が、イギリスの方で、っていうか、ある程度政治的に力もあるんで、そのルートで話をさせていただいたんですが、ここもちょっとね難しいということで、でもう一点はこれ中身は言えないんですけど、今そのボリス・ジョンソンさんの非常に近い人っていうか、もうとても近い人に、今申し込んでいて、ここの部分は、まだ返事は来てませんが、まだついえてないということで、このパイプを今使って、申し込みをしていると、こういう最中です。そう当てることはないと思うんですよね。構わず、そうですね、相手があることなんで、これはまた、結果報告で出ましたら、事前に申し上げてよかったら事前にお知らせしますし、ね、向こうの先方の方もありますし、あと大体こういう時は大体与党とか外務省とか邪魔するんで、事前に言わない可能性もありますが、いずれにしろ、3つのルートうちの1つは残っていると、こういうことでございます。ありがとうございます、はい、あとは、ございますでしょうか。でしょうか。はい、どうぞ。一般のものなんですが、名前は言った方がいいんですかね。はい、可能だったらでいいです。じゃあ控えます。浜田先生にお聞きしたいんですが、浜田先生の政策担当秘書の方の件で、あの秘書の方はずっとはやらないっていうか、いずれは変わるっていうお話は動画で見ていたんですが、具体的に変わった後任の方で、浜田先生でこの方にお願いしたいみたいな方が今の時点でいらっしゃるのであれば、言える範囲で教えていただきたいなと思います。はい、そうですね、政策担当秘書に関しては資格が必要ということで、そこが人選に関してのネックになっています。で、その党関係者でですね、私が情報共有のためにチャットワークという、ものを使っているんですね。で、例えば質問収集であったり、あとインターネット直接民主制に関しての話題に関して、スレッド形式で、党の現職議員の方と、あと参院選で300万円を出して、くださった方を中心に、意見交換をいただいて、させてもらっているんですけど、そこで非常にですね、積極的に、協力してくださる方がいてですね、今ちょっとまだ名前を出せないんですけど、私はもうその人にお願いをしたいと思ってはいまして、彼にはですね、その旨は伝えてありますが、
まあ、いかんせんちょっと資格があります。資格が必要なので、まあ、その辺をですね、試験に挑戦して、通るっていうのが今理想だと思います。まあ、いずれにせよそうですね、ちょっとまだ未定というか、今後どうなっていくのか、まあ、分からないというか、まだ決まってないですし、まあ、とにかく流動的だと思いますが、はい、今現在考えているのは、はい、そのチャットワークで非常に協力してくれている彼が一番に考えています。はい、一点補足しますと、まあ、事務的なことですけど、政策指標試験というのは、これ2つの方法でありまして、一つは試験組といって、1年に1回ですね、まあ、試験を行って、そこから名簿搭載をして、各事務所がこの人で雇いたいと言って面接をした上で雇うという方法が一つで、もう一つは資格組といって、例えば、秘書経験、まあ、これは施設でも公設でもいいと言われているんですが、基本的には公設なんでしょうが、10年以上とか、あるいは5年以上とか、そういう形でその所属事務所の議員が、まあ、承認をした上で、この人はもう政策秘書としても十分やれますよということで承認して資格を受けて、ちょっと簡単な講習を受けて、なるものが一つで、これは大体毎年6月ぐらいに、その資格試験とか含めた、資格試験があります。でここは、名簿搭載するための、まあ、資格、をクリアすると。でそれを、大体夏に乗っかってですね、まあ、秋ぐらいに大体採用ができるような資格を取るという、今浜田政調会長が言ったような形になってます。でもう一つがそれ括弧なんですけど、資格組の中には、まあ、志、志の志じゃない方の志ですねがつく職業、つまり弁護士とか司法書士とか、税理士もそうだったかな、とかそういうような職業、医師もそうですよね、確かね、だとその資格試験を受けられて、試験組ではない資格を取れるということもあります。またもう一つは、大学の教授とかもそうですが、あとは本を出版しているということで、本を1冊か2冊、出している方はその資格を取れると、まあ、このような、形で資格組と試験組というのがありまして、ともに、政策秘書のこの免許というのを実情必要とするので、今浜田政調会長が言ったように、現時点で持ってない方はおそらく6月のその試験か資格、講習を受けて、で、まあ、夏には、名簿搭載で秋から採用可能ということで、ちょっとその間まで時間があると、まあ、こういうことなんですね。以上、元秘書からの説明でございました。はい、他に、ありますでしょうか。よろしいですか。はい、じゃなければ、以上で、NHK から国民を守る党の、定例役員会見を終わります。ありがとうございました。ありがとうございました。